ボストン考察魔事件は、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州ボストンで1962年から1964年にかけて起きた連続殺人事件。約1年半の間、上は75歳から下は19歳まで、計13人の女性が性的な暴行を受けた上で、殺害され、当時のボストン市民たちを恐怖に陥れ、大きな影響を与えた。 1965年に犯人としてアルバート・デザルボが断定され、その人物が刑務所内で死去したことで、事件は一応の収束を見せたものの、1980年代以降には、冤罪説が数多く浮上し、再び脚光を浴びていた。2013年、メアリー・サリバンの体内に残されていた精液と、アルバート・デザルボの遺棄から採取された DNA 型を比較したところ、 強い関連を示し、デザルボの遺体を掘り起こし DNA 鑑定を行った、結果、本人のものと一致が確認された。1962年6月14日に55歳の女性、アンナ・スレッサーズが自宅で殺害されたことを皮切りに、約2ヶ月間で50歳代から70歳代までの女性たちが考察隊で発見された。いずれも共通点として、 遺体発見時はほぼ全裸であり、合刊はされていないものの性的な暴行を受けた形跡があり、考察には、ショーツストッキングやタイツなどその女性の衣服が用いられていた。また、考察に用いた衣類を蝶結びにしたり、殺害後の遺体の女性器を露出状態にしたりと、異常な性的思考の持ち主による犯行にも見受けられた。センセーションを売り物とする新聞は当時、 これらの犯人を考察魔の名で報道した。同年12月5日にソフィー・クラークの考察隊が発見されたが、以前の被害者と違い、今回は20歳の若い女性で、これまでになかった、強姦の形跡があった。同月12月31日に締め殺されたパトリシア・ビセットも20歳代であり、やはり強姦の形跡があり、さらに考察の形跡はあったものの直接の死因は、 死殺であった。その後も、翌1963年まで、20歳、第50歳、第60歳代の女性と被害が続いた。この年の最後の犯行は11月23日だったが、これは、第35代大統領ジョン・カイ・ケネディが暗殺された、翌日であり、アメリカ中がモニ服している最中での、この犯行を、ある精神医学者は後に、 近代犯罪史上稀に見る古代妄想教による犯行と呼んだ。1964年1月4日に最後の犯行が行われた。被害者はメアリー・サリバン、これまでで最年少の19歳であり、発見時にはベッドの上で両膝を立てて足を広げ、イングに放棄を挿入されているという全犯行中で最悪の姿であった。しかも1月の犯行ということで、 現場にはグリーティングカードが残されており、さらにフィルムの包み紙らしきものが残されていたことから、あたかも犯人は自分の成果を写真に収めたかのようであった。19歳の少女へのこの残忍な犯行に対し、ボストン市内では犯人に対してこれまでにない怒りが巻き起こった。ボストン警察署は空前の捜査体制を敷き、連邦捜査局にも応援を募り、後には 襟抜きの刑事50名による特別機動パトロール隊が市内の巡回に当たった。2000人以上の警察官が毎日12時間から14時間も勤務したにもかかわらず決定的な手がかりは皆無であった。1964年以降は新たな捜査方法が必要と見られたことからマサチューセッツ州法務長が一連の事件を担当することになった。 同州法執行機関の頂点に位置する法務庁の刑事事件介入は異例のことであったが、依然、捜査は袋工事に陥っていた。とある資産家の紹介により、オランダで超能力者を名乗るピーター・フルコスが捜査に協力したが、彼の能力も事件解決には結びつくことはなかった。当初は被害者の年代、殺害方法、形跡などから、 老齢の婦人ばかりを相手取った単独犯による犯行と思われたが、途中からは20歳代の若い女性、最後に至っては10代の少女が殺害されたことで、捜査人は混乱に陥り、老齢の婦人を狙う考察魔を模倣し、別の者が若い女性を襲っているという複数反説も浮上した。事実、考察魔の出現後は、ボストン市内での女性の考察事件はすべて、 考察魔によるものと報じられる傾向があり、一連の事件とは全く別の人物の起こした殺人事件が、事件収束後も考察魔の仕業とされているケースも存在している。捜査陣では、複数犯説が有力であったが、プロファイリングの先駆者と言われるジェームズ・エーブラッセルは、唯一、単独犯説を主張した。アルバート・デザル・ボコの考察魔事件の一方で、 1964年から約9ヶ月間にわたり、マサチューセッツ州を含む広範囲で約300件の連続不助暴行事件が起きており、警察は犯人とおぼしきものの服の色からグリーンマンと呼んでいた。同年11月6日、グリーンマン事件の犯人としてアルバート・デザルボが逮捕され、精神疾患の疑いから翌1965年に、 精神病院に収容された。ここで同室となった殺人犯、ジョージ・ナスサーが彼を考察魔事件の犯人として弁護士に密告。ナーサーによれば会話内容から彼を考察魔と直感したとのことであり、弁護士がデザルボに面会したところ、彼は自分が考察魔であることを認めた。当時の警察はグリーンマン事件と ボストン考察は事件を同一犯によるものとはみなしておらず、捜査上のミスと言えた。彼の告白により、当時の警察が同一犯とみなしていなかった犯行が2件、加わり、一連の事件の被害者は、以下の13人と判明した。デザルボの告白で初めて明らかになった被害者は、2人目の、メアリー・マレンと9人目のメアリー・ブラウンである。前者は襲われた際に、 心臓発作で死亡したとみられ、当初は自然死とみなされていた。後者は死因が考察ではなく、視察の上、当時の状況から押し込み強盗とみなされていたのである。デザルゴは本事件の詳細を熟知しており、警察の公表していない事柄は愚か、警察が把握していないことまで熟知していたことから、捜査人は彼をほぼ確実に考察魔と断定した。 しかし当時は有力な物的証拠がなく、彼の告白のみが唯一の証拠であった。そこで法廷での妥協案として、検察は彼をグリーンマン事件のみで訴追するという司法取引が行われた。結果、法廷では考察が事件について触れられることはなく、デザルボはグリーンマン事件の犯人として終身刑が宣告された。 1973年11月26日、デサルボは、収容先のマサチューセッツ州、ウォルポール刑務所の独房で、視察隊となって発見された。署内の麻薬密売にまつわるトラブル、または、囚人同士の言い争いの末によるものとも見られたが、犯人は不明である。デザルボが、法廷で、考察魔として裁かれることは最後までなく、1980年代以降、 本事件には多くの冤罪説が唱えられていた。デザルボは前日のように精神病院での同室のジョージナッサーとの会話内容から考察魔と発覚したとされているが、実際にはデザルボは真の考察魔から事件の詳細を聞いたとの説もあり、デザルボは自身が注目を浴びたいがため、もしくは精神疾患ゆえにその内容を自白として警察に告げたとの説も、 有力視されている。また1992年には、そのジョージ・ナッサーの精神構造が一連の考察魔事件に見つかわしいとの精神科医の意見により、ナッサーこそが真の考察魔であり、デザルボの精神疾患につけ込み、彼に自白を促し、自分が考察魔と疑われることを避けたとの説も浮上している。なおナッサー自身は、その後、考察魔とは別の殺人事件により、 中心刑を受けている。アメリカのジャーナリストであるスーザン・ケリーは、1996年の、次女、ザ・ボストン・ストラングラーズで、デザルボの自白内容のいくつかが、被害者のうちの何人かの殺害状況、殺害当日の行動、狂気の所在などと一致しないこと、さらに殺害時に目撃された不審人物がデザルボの容姿と一致しないことを指摘し、 デザルボが犯人でないとの主張を展開している。また前日のように、この事件の捜査には、州の法務長が介入していたが、当時の法務長官、エドワード・ブルックが、上院議員選挙に立候補していたことから、デザルボを強引に自白させて犯人に仕立て上げて、事件解決につなげ、ブルックの名声を高めることで、選挙の演出に利用したとの声もある。この裏付けとして、 当時の捜査本部では、デザルボの自白内容はあたかも秘得されるかのように、その内容を知る者は限られ、デザルボが犯人であることを疑問視する検察官や警察官も少なくなかったという。事件の物証としては、指紋、頭髪、血液、精液などが残されていたが、それらは FBI の犯罪研究所に送られたものの、FBI からの回答は解無であり、物証が デザルボと一致したかどうかを知る警察官は存在しない。2000年、デザルボの遺族と最後の犠牲者、メアリー・サリーバンの遺族が司法長官とボストン警察に物証の開示を求めたが、デザルボが考察魔として起訴されていないことを理由に開示は拒否された。メアリーの遺族は自ら埋葬されている彼女の遺体をもとにワシントン大学に調査を依頼したところ、遺体に犯人と オボ式体液の痕跡があり DNA 型鑑定によりデザルボと一致しないことが判明している。しかし DNA 鑑定における精度が向上したとしてメアリー殺害現場の生物学的物証はバージニア州とテキサス州のラボで検査され2013年7月12日にデザルボの墓から遺体を掘り出して d n a 鑑定を行った結果完全に一致し少なくとも メアリー殺害については物証が裏付けられた。考察が事件の後にデザルボが起こしたグリーンマン事件は殺人事件ではなく婦助暴行、いわば単なる変質者の犯行だが、変質者がエスカレートして殺人事件へ発展したのならともかく逆に殺人犯がそれより軽い犯罪である変質者になったというのは犯罪心理学にから見て不自然とする意見もある。 1970年代以降に FBI にプロファイリングによる行動科学班が設立され犯罪心理学や犯罪行動学が発達した後はボストン考察魔事件は複数班だとする説が有力視されている。元 FBI 捜査官ロバート K レスラーも考察魔事件を最終的にデザルボの単独班と断定した捜査当局の見方に疑問を抱き、 結論を急ぎすぎたと語っている。デザルボの担当医によれば、デザルボは死去前日に担当医に電話し、考察間の告白の経緯について世間に公表すると語ったという。また、ウォルポール刑務所の警備は、マサチューセッツ州で最も厳重と言われる上、彼の元へ行くまでには、厳しいチェックを6回も要するにもかかわらず、彼を殺害した犯人は未だに不明である。 さらに視察にもかかわらず、遺体に争いの形跡はなく、彼の毛髪からは、精神は安定剤が検出された上、デザルボの実定は殺害前日、彼から食事のせいで気分が悪いと電話を受けている。このことから、デザルボは自白を撤回しようとしたところを口封じのために暗殺され、襲撃時に抵抗できない要約薬物を投与されて、いたとの説も浮上している。 1960年代におけるボストンは衰退状態にあったため、マサチューセッツ州出身者であるジョン・カイ・ケネディの大統領就任を機に、市内の名士たちが全勢力と総工費10億ドルをかけての一大再開発が計画されていた。しかし、この計画が発表された1962年6月14日、前述のようにこの殺人事件の最初の犯行があったため、 再開発の大事業は本事件によってトップニュースの座を奪われてしまい、皮肉にもボストンは復興事業ではなく殺戮都市として注目を集める結果となった。考察間の出現により当時のボストンは恐怖に包まれた。未婚や未亡人として一人暮らしをする女性はほとんどドアに複数の鍵やチェーンを取り付け、 身元の不確かなものを家に入れることを断った。このために、ガスや、電気の検診員、電報配達員、市場調査員、政治家の運動員、フィールドワークを行う学生たちは家を訪れても、ドアを開けてもらえないことが多くなった。特に訪問販売を主体としていた、化粧品会社フーラーブッシュや、A ボンプロダクツは、売り上げが激減することになった。反面、 防犯対策として、乗前、缶抜き、ドアチェーン、ドアスコープのレンズなどが飛ぶように売れた。女性たちは、考察間から身を守るため、部屋に即席のバリケードを作り、就寝時は一万一の際の武器として、あり合わせの傘や、ストックなどを備えた。空手などの護身術を習う者も,も増えた。番犬を買おうとする女性も多く、動物愛護協会の犬猫保護所の前には、 野犬狩りで捕らえられた犬を譲り受けようとする人々が毎日のように行列を作った。照明を消した階段に空き缶を並べる防犯手段も流行した。勤務で家を開けざるを得ない男性たちは家族の安全の確認のために自宅に頻繁に電話を入れ、1日に20回も電話する者もいた。一連の事件は全て室内での犯行であったが、女性たちの恐怖心は 外出時も収まることはなく、日没後の外出を避ける女性が増え、どうしても外出が必要な際は二人以上で出かけたり、番犬を連れたり、催涙スプレーやナイフを携帯する者もいた。警察には、考察魔に関する情報が数多く寄せられたが、ほとんどは、自分の愛人、元愛人、近隣の住民を名指しにしたものだった。ある女性は近所に住む男性が、考察魔かと疑い、 警察に通報後、恐怖心のあまり自宅の3階の窓から飛び出し、そのまま転落した。このように考察前の恐怖のあまり、精神に異常をきたす者もいた。デザルボの逮捕後、本事件とデザルボは映画でも格好の題材とされており、特に1968年に公開された、考察間とノーエイツートリーとエイレディが知られている。前者は事件を真面目に取り上げた。 セミドキュメンタリー作品であり、後者はブラックコメディに仕立て上げられた軽めの作品である。その後、21世紀に入っても、監督候補マークロマネク、主演ケイシー・アフレックにより、本事件をテーマとした映画制作の企画が報じられている。日本語では、アルバート・デ・ザルボ、アルバート・デ・ザルボなどの表記もある。日本語では、ジョージ・ナーサートの表記もある。ありがとうございます。